に押しかけてもいいのかな。お、お、お、なんだこれ。プレイ。ストップ。で？で？お、お、お、そっか、これはあれだ、帰っちゃうな。これ誰の部屋なんだろう。お、電源を入れますか。はい。あ、電源を入れて、これかな。で、スタート。お、音楽が流れた。で、これは何？死体か。エリック、大音量の音楽を聞くと踊り出してしまう、サクリファイスアニマルズのメンバー。お、これが、じゃあ、3人目ですね。音楽、これかな？今流れてる音楽が大きくなるのかな？じゃあちょっと、もうちょっと聞いてみよう。お、お、お、レディテクノ！スクブルーシーパー。スクブルーシーパー。うん、言わない。そっか、ここはじゃあレディテクノの部屋なんですね。うん。大きな音ってこれじゃないのかな？違うのかな？おうおうおう、朝になってしまったじゃないか。違うのか？違うっぽい気がしてきたぞ。同じようなことばっかり流れてますもんね。違うのかな？でも、大きな音楽、あ、ライブハウス。え、でもここに、ライブハウスが関係したのはあれだもんな。一匹いたから、全く同じのでキャッチできるような気はしないし。盛り上がりポイント的なものがないかな。あれ？あれ？あれ？おー！びっくりした。とでかいですよ、本当に。びっくりした。心臓に悪いです。はい、連れててください。らしいです。サクリファイスアニマルズのメンバー大きくないですか、全体的に。さて、そろそろ帰らないと。見てくるのよ、2人。もう一人見ていきたいけど、ちょっと早めに戻りますね。一応今回の目的は花火なので、で、まあ、場所が分かったので、とりあえず一回戻りまーす。なんか今、ちょっと待った。なんか今、気のせいかな？私の気のせいだったらいいんだけど。撃たれただけかな？なんか、気のせいかな？気のせいっぽいな。なんか、違う。なんだ、色が違う人がいるような気がしたけど、気のせいですね、多分。多分、充電で撃たれた瞬間だったのかな？よし。さて、今度こそ間に合うといいな。ちょっと怪しいかもしれないな。まあ、いざとなったら、練習という手もあるので、いざとなったら、使っていこうと思っております。立ってる間に渡したい、見せたいけど、ゲーステとか、白羽の矢は見せたっけ？あんまり記憶にないんだけど。まあ、見せたいけど、とりあえずちょっと、先に、花火のところに向かいます。頑張れ、間に合え、超急げ。急
げえ、すげえ、すげえ。やっぱ斜め歩きは早いらしいですね。よし。よし、じゃあ斜め歩きを駆使して、行きましょう。よいしょ、よいしょ。タコ中の補充もしといた方がいいのかな？なんか、10個くらい買っといた方がいいですよ、みたいな風に言われたんですが、どうですかね。まあ、とりあえずじゃあ、花火をやって考えることにします。じゃあ、質問に答えようかな。あ、ウプ主、虫は大丈夫なの？虫はね、大体大丈夫です。いただけで騒ぐとか、そういうことはないんですが、2種類だけどうにも苦手なのがいて、まあ、一匹は、多分、皆さん苦手であろう、爆発しちゃった。黒くて、足の速い、あれですね。と、あともう一匹が、カミキリですね。あれ？一日一回だけだっけ？あ、夜になっちゃった。一日一回なの？そんなぁ。しょぼーん。カミキリ。わかりますかね？カマキリじゃなくてカミキリの方ですね。あれが苦手です。はい。本当にね。お、なんか知らないうちに、センネカも行っている。いつの間にそんなに溜まったんだ。あんなに貧乏だったのに。あ、そっか、でも前回、まあ、トトテルリはお金もらえなかったから、2匹かな？ガジロウと、ドンちゃんをキャッチして、で、今回、お盆のお金をもらっ、ゲットしてきて、で、今、なんだっけ、あの人、サクリファイスアニマルズの3人目をキャッチしたから、あ、いや、これで。その分かな？その、分で、これはきっと、で、千年か。いつかね、こう、キュリオさんの、お店の、は、全部、買おうと思ってます。そうだ。翻訳フラワー。すっかり忘れてますが、使い道が相変わらずこれに関してはわからなくて、困っております。いずれわかる日が来ると信じてやまないんですが、ちょっとね、のんびり、考えていこうかなと思っております。うん。いずれはね、ちゃんとアイテムも全部買うつもりなので、勇者のブロマイドもね、いずれ、多分なんか、勇者のブロマイドが勇者の名刺代わりみたいなことになってるんじゃないかなと思っているので、こう、見せたら情報をもらえるんじゃないかなと、か思っているんですが、違うのかな、わかんないな。とりあえず、ほいっと。うん。出た。